ねえ、毎週末お母さんが泊まりでうちに来るの遠慮してほしい。私は思い切って夫に本心を伝えた。すると夫は大きなため息をついた。サナってさ、全部ダメなんだね。どういう意味？家を建てるのもダメ、母親が来るのもダメ、全部ダメじゃん。そんなつもりはないよ。じゃあどういうつもりなの？いつまで俺たち待てばいいの？私はサナ、夫のトマヤと結婚して5年目を迎えた。私たちには共通の目的がある。それはマイホームを手に入れること。頭金もたまったところで賃貸暮らしを卒業するのだ。夢にまで見たマイホーム。落ち着いたら妊活を開始して子供たちをのびのび育てたい。そんな希望が膨らんだ。しかし暗雲が立ち込める。マイホーム購入の話を聞きつけた義母が何やら怪しげな動きをし始めたのだ。聞いたわよ、とうとうマイホーム購入ですってね。はい、そうなんです。どんなお家かもう決まってるの？そうですね、大体の希望は決まっています。あら、いいわね。私に何か手伝えることがあったら言ってね。ありがとうございます。そうそう、あなたたちの家の近くの展示場は見に行ったかしら？いえ、あそこはまだ予約が取れなくて行けてないんです。じゃあ私が予約取ってあげるわよ。一緒に行きましょうよ。いや、遠慮願いたい。新居は夫と二人だけで吟味したい。しかしその後も義母は何かにつけて物件選びに関わってこようとする。そしてアポなし訪問までしてくるのだ。売り出し中の土地のパンフレットもらってきたわよ。ありがとうございます。義母の手には数十枚の紙が握られている。この物件なんてどう？駅からも近いし、二世帯住宅にするには十分な広さだと思うのよね。今なんと二世帯って言った？私が固まっていると義母はまだまだ話し続ける。駅が近くにないと何かと不便だからね。老後のことも考えて病院も近い方がいいでしょ。ここの物件はスーパーが近いのよ。もうどれにするか迷っちゃうでしょ。最初は手伝えることがあったら言ってだったはずだが、気がつけば義母が主体の家選びとなっている。自分が住むことを想定し希望をご利用ししている。このままではまずい。私はその夜夫に今日あったことを全て話した。ああ、そういえば同居がどうのって言ってたかも。はあ、あなたは同居したいの？ああ、まあさやが許してくれるならね。無理強いはしないよ、安心して。私はこの夫の発言にもやっとしたものを感じる。私が許してくれるなら、そうじゃないだろう。あなたがのらりくらりを続けて最終的に同居はしないよなんて義母に言えば悪者になるのは私だ。なぜそこを気遣えないのか。いえ、建てるのやめようか。はあ？なんで？だってあなたのその言い方じゃ同居しない選択をしたら私が断ったことが丸わかりでしょ。これからずっと長い付き合いをしていくのにギクシャクするのは嫌なの。そんなことになるぐらいなら言えばいいや。賃貸でも十分子供は育てられるし、貯めた頭金は子供の学資に使えばいいしね。すると夫は分かりやすく慌て出した。ちょっと待って。分かった、俺がはっきり断るから家は建てよう。いや、いいよ、あなたお母さんに言えないでしょ。夫が義母にはっきり物申すところなど見たことがない。大丈夫、俺を信じて。なんでそんな必死なの？私はマイホームで子供をのびのび育てたいって希望があるけど、あなたその話の時そんなに乗り気じゃなかったでしょ。そんなことないよ、ひどい言い草だな。俺だって子供のことを同じように思ってるんだよ。はあ、そっか。夫は義母にはっきり断ると言っていたが、夫の性格上不可能だろうと思った。しかしこの話をした翌日からピタリと義母のはっちゃけ行動が止まった。そして電話で謝罪されたのだ。サナちゃん、私トマヤに怒られちゃってね。俺はサナと二人で暮らしたいんだってはっきり言われちゃったわ。ついつい自分の意見ばかり押し付けちゃってごめんなさいね。夫が本当に言った。なんだ、言うときは言える人だったのか。でもなんだろうな、この心のざわざわは。私は義母の謝罪を夫に伝えた。
すると夫はとても満足そうな笑みを浮かべた。ほらな、俺だって言うときは言うんだよ。ちょっと何その目は。ああ、本当に言ったのかなって思って。疑ってるの？ひどくない？いや、この5年あなたがお母さんに物申す姿なんて見たことないしさ、実際に私の目の前で言ったわけじゃないしね。ひどいな、頑張ったのに。ああそうだよね、ごめんね。っていうかあなたすごい汗かいてるけど、なんで？え、いや暑くてさ。なんか今日暑くない？真冬だけど。ところでさ、家の契約早くしようよ。そんなに家建てたい？そりゃそうだよ、そのためにお金貯めてきたんだから。私はこの時点で家を建てたいという思いが薄れていた。あれだけ夢見たマイホーム、頑張ってお金を貯めた。しかし義母の行動と夫の態度によってはしごを外されてしまったような感覚に陥っていた。そして私は二の足を踏む。その間も夫は家を建てたいと言い続けている。そんな揉め事から半年が経っていた。相変わらず夫から家の話をされても気持ちは動かなかった。そしておとなしくしていた義母は我慢の限界を迎えたのか、我が家に頻繁に顔を出すようになっていた。家のことには触れてこないが、だんだんと態度が横変になっている。私と夫は共に仕事をしている身だ。そして土日がお互いに休みなのだが、ここのところ毎週末に義母が家へとやってくる。月一であれば対応のしようもある。しかしこう毎週末来られては私は安らげない。夫はとても楽しそうだけどね。土日くらいゆっくり休みたいのだが、義母は朝7時から我が家へやってきて、大きな音量でテレビを見る。それでも私が起きてこないと自室の前を行ったり来たりドタドタと歩き回る。夫がいそいそと義母の世話を焼いているのだからそれでいいだろう。私が耐えかねて7時半に起きてくれば、客人が来ているのによく寝ていられるわねと小言を言う義母。そして日曜の夜遅くまで居座るのだ。夫はこの義母の行動に対して何も言わない。そして夫を見て離婚の文字が頭をよぎる。しかしできることなら離婚は避けたい。改善できるものなら話し合いたいと思った。ねえ、毎週末お母さんが泊まりでうちに来るの遠慮してほしい。私は思い切って夫に本心を伝えた。すると夫は大きなため息をついた。サナってさ、全部ダメなんだね。どういう意味？家を建てるのもダメ、母親が来るのもダメ、全部ダメじゃん。そんなつもりはないよ。じゃあどういうつもりなの？いつまで俺たち待てばいいの？今俺たちって言ったよね。どういうことだ？あなた以外に誰が待ってるの？え？あなた今俺たちって言ったでしょ。夫の顔色が変わり、大量の汗をかき出した。言ってないよそんなこと。じゃあ私の聞き間違いかな。お母さんがこんな毎週末泊まりに来るようじゃ家は建てられないね。なんで？そんなの休まらないからに決まってるでしょ。あなた、私の両親が毎週末泊まりがけできたら休まるの？サナの両親は来ないだろ、あんな立派な家持ってるんだから。もうこういうトンチンカンな発言にうんざりするのだ。問題はそこじゃない。家とか関係ないから。じゃあ来週はうちの両親に泊まってもらうね。すると夫は声を荒げた。絶対にダメだ。なんで？疲れるからに決まってるだろ。お前の両親は絶対に呼ぶな。ここに呼んでいいのは母さんだけだ。ここは私の家でもあるよね。俺がここの主だ。俺の言うことが聞けないなら出てけ。それ本気？お前全然役に立たないからな。もういいや、お前といても母さん幸せになれないし、家が建たないんじゃ同居もできないしな。同居はしない約束だったでしょ。そんなわけないだろ。家が建てばいかようにもできたんだ。建っちまえば母さんと同居できる予定だったのに。どういうこと？ここまで言ってもまだわかんねえのかよ。家が建ったら母さんを招き入れるつもりだったんだよ。やっぱりね。あの義母が簡単に引き下がるわけがない。夫は義母と画策していただけだ。なるほどね、そういうことだったんだ。わかった、出てくよ。後悔しないことを願ってあげるわ。はあ、するわけないだろ。もう二度と俺の前に現れるな。
私は必要最低限の荷物を持って実家へ向かった。両親は突然の帰省に驚いていたが、事情を話すと温かく迎え入れてくれた。家族ってこういうものだよな。私が夫を信じきれなかった時点で私たちの関係を破綻していたんだろうな。お父さんごめんね。お前たちがうまくいかなかったとしても仕事とプライベートは別物だ。うん、私もそう思ってるよ。そして私と夫は離婚した。お互いに慰謝料の請求はなし、財産分与の分割だけで特にお金で揉めることもなかった。しかしそれから3ヶ月が過ぎ、今目の前で元夫が三つ指をついて土下座をしている。お父さん申し訳ありません。私はもう君の父ではないよ。呼び方には気をつけなさい。社長、これは左遷ですよね。私が娘さんと離婚したからですか。何を言っとるんだ君は。なぜ元夫がわざわざ私の実家にまでやってきて土下座をしているのか。それは望まぬ転勤の事例が出たからだ。元夫と私は父親の会社の社員だ。彼はこの転勤を私と離婚したことで左遷されたと思っているようだ。しかしこの事例と私との離婚は全く関係のないことだ。父親は離婚時、仕事とプライベートは関係ないと言っている。父親の会社の社員は皆数年間の地方勤務を命ぜられる。でもそれはスキルアップのためであって、左遷された者など一人もいない。しかし元夫はそれが理解できないようだ。サナ、社長を止めてよ。あれ、二度と顔見せるな、じゃなかったっけ。謝るからお願い。いや、これは左遷じゃない。俺次期社長だったはずでしょ。私の発言を遮ったと思ったら、なんてことを口走ってんだ。さ、なんか勘違いしてるみたいだけど、あなたと離婚してようがしてなかろうが、次期社長は私だよ。え？いや、当たり前じゃん、私が娘なんだから。元夫はうなだれたまま私たちの前から姿を消した。そして翌日、退職届が提出された。周りからも左遷ではないと言われたようだが、聞く耳も持たなかったと聞く。数日後、元夫の姿は意外な場所にあった。何気なく見ていたドキュメンタリー番組に元夫が映り込んでいた。ボロボロの服をまとい、ボランティア団体のまかないに並んでいたうちの一人が元夫だった。人生何があるかわからないものだね。あの時苦し紛れに放った後悔するという言葉が頭に浮かぶ。元夫は自分の行いを後悔しているだろうな。まかないを二つ手に持っていたところを見ると、一つは元義母の文化。詳細は不明だが、今までの生活を大きくかけ離れた生活を送っていることは確かなようだ。そして私は現在お一人様を謳歌している。平日は仕事に追われているが、休日は自分の時間を楽しんでいる。ゆっくり眠れるって幸せなことだ。もう朝からドタドタとやられることもない。私はそんな幸せをかみしめている。なかなか人には説明できない元夫さんの冷たさがサナさんを苦しめたんですね。義実家に断りを入れるときは盾になっていただきたいですよ。サナさん、お疲れ様でした。これからご自分の時間を謳歌できますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。